はい、ということでいつものね2020年とかそういうのはなしにしまして、とりあえずローソンの店舗へ行って2店舗ですね、はしごしまして、どんな感じなのか音声なしの撮影だけしてきましたんでご閲覧くださいということで、一応これで1店舗目行ってきたんですけど、ウォークモードのままだとタップできんかったです。であとこれなんか今のコラボくじって当たると他にもなんか多分あるんですよね。一応私はジェム50が当たったのか。でこれがもらえる、交換してローソンのあれかポイントメダルかでもらえるのの商品のラインナップです。これがローソンのこのなんだろう、店舗にタップできるところじゃないと多分これは確認できないんじゃないかな。一応今の自分の認識としては、ちょっとそこまでは分かってないですけど、こんな感じですね、ラインナップで。めちゃくちゃ目玉商品がなんかあるっていうわけじゃないし、まあ一日一回ローソン行ってログインではないけど、タッチして何かいただけましょうっていう、まあこじきじゃないけど、ということでこれがね、反対側、斜め側にあるところにローソン、ここにもう一店舗あるんですよ。多分私のね、地域でこのローソンが斜めにあるところ、Google で調べれば多分わかると思いますから、まあそこら辺まで、わかる人は調べてくださいということで。わざわざここで狙って行ったんですよ。2店舗あるから。私のね、行動範囲のところで意外にローソン少なくて、昼にフライングして、12時頃だったかな、他のローソン行ったんですよ。ダメだって。あ、じゃあこれ見たら、告知見たら3時からでそうだな。お前ちゃんとね、告知見ろよということで、この後ね、ホコラをやったのは、まあまあ、それはさておきまして。で、これが、クエスト解放しますと、このローソンのキングスライムが出てくるんですよ。出てくる率少ないんじゃない？これまだ1体しか出会ってない。そんなに率高くないんじゃないかな。別に匂い袋炊いたりしてやってないですけど。ただ、まあ見ての通り、イオ体制ということで、ちょっとめんどくさい。ただ、そんなにね、出てくる割合が高いわけじゃないから、まあそこまで習慣に気にせんでいいんじゃないかなということで、こんな感じでね、閲覧いただきましたということで、これが3時から左の上にね、見えとる通りに、時間さ、これが3時56分か、現在が4時20分ぐらい。まあね、撮った動画をぐる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 繋いできたんですけど、音声がないのは、スマホで撮るとね、音声入れる忘れたのと、マイクがないので、ぐちゃぐちゃになるんで、やめたかったんで、入れたくなかったんですよ。ということで、お知らせ見ますと、なんかクーポンのあれですね、これ出てましたので、なんだろうね、これで、ね。クーポンは私はあれないで、ちょっとわからんですけど、というのが、まずはその、じゃあ、入れ出したでクーポンができますよ。これが項目が出てね、さっきもね、左の方の何に映してきたスクショ動画じゃないけど、その中であったのが、これが多分当たるんでしょうね、ローソンの店舗行くと。一日一回だから、ああいう私みたいな、なんか個人みたいなことやるとダメなんだろうね。いや、2店舗あるから、2店舗目行ったらどうなるかなって。だいたい1店舗目行った時にね、なんかあれな感じがしましたからね、ちょっと喋りながらもう一回流しておきますよ。これあんまやるとね、これめんどくさいよね、これが。うん、これで、適当に流しておきますよ。これがね、クーポンがどうなんかなってことだな、これ。私でも調べとる中で言うと、これ、お知らせ見ますと、お金のがいいよね。これがね、ぐらーっと見とったんですけど、どうだったかな、ここら辺ですよね。このマチカフェコーヒーの無料券とか、20円割引とか、冷凍食品の割引とかありますけど、ジェム50もまあまあまあ悪くはないけど、ゴールド5万のがいいよな。いや、マジでマジで、金欠だけど。まあでも毎日1回行けばってとこですね。なんかもらえるから悪いんじゃないかな。買えた商品がそれほどなんか目玉っていうことはないし、それでこの、最後にできたこのローソンキングスライム、これ自体は心はないんで、まあメダルがもらえる。っていうとこぐらいか。心情ドロップするってやるけど、さっき私戦った時は何もなかったです。まだ1回しか戦ってないです。そこら辺がどうかってところね。多分そんなに出現率が高くないと思うんですよね。だからああいう風に医療体制とか作ったんじゃないかな。もともとあれだもんね、キングストライム自体別に医療体制あるから、そこら辺びっくりするところじゃないけど、ただ、ちょっと鼻出そうになったけど、周回をね、レベル上げしたりして、そういう人にはちょっと、邪魔くせーって言いたくなるのかとかっていうことで、これは目的地だけのデイリーのミッションなので関係ないですけど、これが取らずに取っといたんですけど、ローソンの方ですね。これがなんだろう、コラボくじ引いて1回で、キングスライム討伐してって4の1まだ1回しか行かない。くじもこれそうなんだろうね。毎日1回ずつ引いてきゃログインボーナスみたいじゃないけど、もらえるってことでしょうね。猶予が30日ぐらいあるから、
そんな感じじゃないかなというところで、こんなところですね。めちゃくちゃなんか目立ったところし、まあ心はね、多分入らんのじゃないかなと思いますね。地域格差が出るとこあるだろうね。まあ毎日1回行くぐらいか。でいいんじゃないかな、素直に。こうやって見てもやっぱね、全然出てこんすもんね。で、別に2店舗あったからって、もうちょっともう一回流しておきますね。そんで終わりましょうか。うん、そんなにあれだもんね。行って、私もちょっとこれもう一回見ますよ。ウォークモードにしとるとタップでリンクあった。だからそれ解除しました。うん、で、これやると、ローストンスポットは、あれか、タップできるのと前にちょっと言い忘れた。キングスライム、異様体制度をどうしても出したいっていう人は、これクエストでクリアしないと出ないです。イベントで、これでございます。この街のホットステーション、このクエストクリアしないと出ないです。逆にローストンキングスライム出したくないという人は、これをクリアしない方がいいです。私ずーっとね、キングスライム出んよなーって、これクリアせずにずーっと敵倒しとったんですよ。出んよなということで、なんかいろいろ見とったら、これひょっとしてと思って、これクリアしたら、出ます。告知が。出ます。そこの動画を撮ってなかったんで、それは申し訳ありません。何謝っとんの？お前なんか謙遜しとんなってことで、まあそういうことはさておきまして。まあまあ、微妙だね。毎日あれだね。一応行って、自分のただあれだよね。その通勤とか通学とか、まあ、そこら辺の行動範囲ですよね。に、ローソンある人だったらば寄ってって言うわけで、私の場合別にあれだもんな。買うもんあるわけじゃないし、ローソンがない、そんな、身近にあるわけじゃないし、これも何無理やりその店舗あるところを狙ってわざわざ行ったんですよ。3時に合わせて、わざわざそのために行ったんですよ。お昼だってそうですよ。わざわざ行かんでもいいとこなんだけど、ローソンのためにわざわざ行ったんですよ。まあどんだけ暇人やんで、まあそういうことは抜きにしまして。まあ、ログイン感覚で行くっていうのが一番あるじゃないかな。あとこの周り結構ほこらがあったんで。それぐらいかな。魔王とメタルとなんか見えるところにあったんで、うん、そんなとこですかね。あとこいつがほんと全然出てこんで、体力的にどんなもんなんだろう。1600前後とかじゃないかな。これ700ぐらい与えたでしょ。なずんで700で倒れてないもんね。1400で倒れてない。ライディン与えて2400、まあ2000超えるってことはないと思うから、1600から1800ぐらいじゃないかな、想像するんですけどね。いや、なずんじゃあ当然あれだろうね。一発どころか二発もあれだろうな。めんどくさいところだな。と、まあ、そんな感じにさらっと、ローソンのね、利用した感覚をご紹介いたしましたということで。まあ、あれはね、あいつ、キラーマシーンと一緒で、まあ、かもなく、不可もなく、心はまあ、ドロップしんだろうというところで。ただ、ログインのあれがあると一応あれだろうね。まあ、何らかのも当たるもんで、ジェム、そうだね。でも、毎日行っとるとどんな風になるんだろう。まあ、一応というか、絶対毎日行きますけど。うん、無理にでも。うん。ほこらがてら行きますけど。ゴールドがいいよな、これ。割引券とかそういうのよりゴールドがいいわ。私、コミュ障だもん、生お店でそういうのね、会話とかしたくないんでね。シャイボーイなんで。まあ、まあね、そんな感じで、ね。で、最後の冗談じゃなくて、本気ですよ。うん。こんな感じでね、ローソンのね、体験談をご紹介いたしましたけど、うちも何も特にありません。一応毎日通います。まあね、あとはあれだね、キングスライブを倒してってどうなるかってことで、ポイントかなんかもらえてじゃないかなと思いますよね。心ドロップシーン以上で。と、まあそんな感じでね、ご紹介しましたということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。